久保さん今回知識労働にしましょうか知識労働あの要は普通に働くっていうのは働いて給料をもらうっていうのはまあなんか会社に出社してまあ会社で働くみたいななんかそれで給料をもらう要は時間を拘束される 会社に時間を拘束されるだからこれぐらい。あ例えば分かりやすく言うならばサービス残業もしてんのになんでこんな安い給料なんだみたいなね。まあ多分その給料をに不平不,不満を言う人って多分そういうふうに思ってる傾向が高いんじゃないかなと思うんですよ。でも果たしてそれだけが労働なのかって話なんですね。働くっていうことは うん、なんだ仕事っていうのは何だ人に使える仕事の意味ってなんだっけ仕事人につく人に使えるうん。 仕事とはことに伝えること、職業に何とかなんなんだ、人にうんことにことに使えることうんそう、ことに使える。まあどういうことかっていうと、なんだろうな、そのまあ言いたいことは お客さんのことを考えて、まあ、商品を売るなりお客さんのことを考えてサポートするなり、まあ、そういうことを考えるっていうことも仕事ですよって話ですねうんこれはだから一般の人はやっぱあんまり理解できない領域なのかもしれないですけどね例えば僕ドリームアカデミー120万チャージしますけども僕は安いと思ってるんですねなんで安いかっていうと20年間考えるからです ドリームアカデミアのこと20年間考えるから60歳までやるっていう20年すあの考えて安いだろみたいな <laughs> 安いだろうと、うん、僕は思ってますけどね、うん、まあ20年その、えー、会社に行ってね時間を拘束されて働くっていうまあ形式ではないけれども うーん,なんだドリームアカデミアのどう運営していくかっていうことを考えるつまり熟成さんのことを考えているってことですよねうんまあ塾さんのことを考えてるっていうか何だろうな運営を考えるってことですねだから会社の経営を考えるそれも仕事じゃないですかどうですかまあだから何だろうな従業員で働いてる場合って今の労働に対してかあの 目先というか今働いてる労働に対してどうのこうのを思ってるんででも経営者の人っていうのは経営のことを考えてるんですよどう。どうすれば会社がうまくいくかなとかどういうふうな環境を作ればね会社がうまく回るかなとかどういう環境を作れば従業員がうまく働けるかなとかどういう人を採用したらあのもっと売上上がるかなとかそういうことを考えてるんですよ。 ででそれも仕事なんですね労働労働はしてないですねだからなんか作業なんかしてるのかっていうと別に作業はしてないんですよだけど考えてるんですよ24時間経営のことそれは仕事じゃないんですかっていうことですよねでもみんな経営者になったことがないし社長になったことがないからそれが仕事という定義がないんでしょうね多分うん だからここのギャップが、ね、非常にあるっていうね。だから僕もあの当時そのあ社長がキャバクラとか行ってるのをまあまあそれはなんか頭では分かってたんだけどもうーんあんまり理解できなかったんですよね。まあ、キャバクラ行ってそのなんだ新しい仕事持ってくるとかその交流してきて人脈作ってくるとか、まあ、確かに 大事ななことなんだろうって思ってて思ましたけどでもやっぱ現場,現場の日の車だったんでうんまあそこがねなんか腑に落ちなかった部分が非常に多いですねうーんそうなあのこれはエピソードでねこれはもうすごいまあ一生忘れないと思いますけどまあ社長がドバイでね1,000万ぐらい飲み代に使ってきて。 さすがにそれは社長もねあの後悔したとか申し訳ないっつってねあのそれを埋めるために一緒に会議に参加してレター作ってくれたりとかしてましたけど <laughs> <laughs> やらかした言うて <laughs> う <ーん S 2> そうまあ僕があの行き着いた答えっていうのはあの やっぱそこのギャップはあるのはしょうがないと。あのギャップが出ちゃうから、うん、やっぱその、考えてるところをどう見せるかな、見せるかっていうところも大事なのかなっていうところですね。だ僕がまあ必要以上にこう、いろんな発信をするのは、まあそれを現場レベルで、あの考えてるけども行、行動でこう分かりやすく示すってことですね。吉野さん、ま,まだ動画撮ってんだとかね。 この億万長者合宿もそうですけど、別にやんなくてもいいんですよ。まあ負けず嫌い、これは久保さんに対しての負けず嫌いもありますけど、ここまでやってんだっていう、もう異常なほどやってんなと。っていうところを見せる。見せることによって、それを理解してもらう。うーん。だから言葉だけじゃやっぱね、伝わりづらいんですよね。だからその、 経営のこと考えてる、それも仕事だって言われても、やっぱりその、開きはあるわけですよ。でも、腑に落ちない部分はあるんですよ。なぜならば、そのポジショニングじゃないからです。そのポジショニングになれば、多分分かると思うんですけど、そのポジショニングにならないんですよ。じゃあみんな社長になりますかと。従業員雇いますかと。まなんないんで。うん。まあ、そこがね、まあ、だから僕が良かったのは、現場のその、現場とその上の温度差。 も感じれたし自分が上に行った時の温度差も感じれたしそこがねすごく僕は人生においていい経験だったなと両輪両輪の温度差をかんあの感じれたっていうだこれは人生の僕の財産ですね両方の温度差を感じれたっていうだからこそまあある程度全体の領域を見れるようになったっていう、うん、でも多くの人はその両方の温度差見れないですからうん まあ久保さんもね、その、マージャン店を経営しててね、その温度差っていうのは非常に感じたと思いますからね、従業員に対しての温度差。だから、両方経験してみるっていうのはね、本当にね、いいことですね。いいことだと僕は思いますね。うん。もらう側と上げてる側ですよね。給料をもらう側と、給料を上げる側。これ両方経験すると、 見えなかったことが見えるようになったりとか腑に落ちたりとかいろいろすると思いますけどでもなかなか腑に落とせないですねそこはねうんうだからそれはまあ社長にならなくてもいいんですけど自分で稼ぐっていうことを始めるとそれはなんとなく理解できるようにな,なってくるんじゃないかなとは思いますけどねうん給料をもらうから自分で稼ぐってことですねいってらっしゃい